こんにちは。生体ニコニコスタイルのネドです。ということで、お風呂は冷たくても緩みますか？ということでご質問いただきましたので、今日はですね、お風呂についてお伝えしていきたいなというふうに思います。ね、お風呂っていうのは普通は暖かいものですけども、やっぱこういうちょっと暑い時期はですね、やっぱその暖かいお風呂に入ってるとね、暑すぎて、ね、上がった後にね、やっぱこの、どんどん汗が出たりとかですね、熱を冷ますために、やっぱ時間がかかってしまって、やっぱそれで寝不足になったりとかしたらね、やっぱもったいないじゃないですか。なので、まあ、ちょっとね、温度が低くて、ちょっと冷たいなっていう感じる、ね、お風呂なんかでも、まあ、体がちゃんと緩んでですね、体が整いますかと、筋肉もね、整いますかということで、ご質問いただきましたので、お答えしていきたいと思います。で、これはですね、結構難しいところですね。どっちにも転びやすいです。まあ、緩んでくる場合もありますし、逆に固まってしまってね、しまうっていう場合もありますので、ここちょっと判断をですね、ちょっと気をつけていただきたいんですけれども、基本的にはですね、まず知っていただくのは、基本的には体温、ね。体温がまあ一般的には36度、まあ5分とかですね、5度とか。まあそれぐらいなわけですよ。なんで、お湯の温度はこれよりも高い方がいいです。つまり、まあ、37度、ちょっとそれだと寒いかもしれないな、38度とか。ね。まあ、これぐらいはあった方がいいんじゃないかな、ということですね。で、これぐらい差がありますと、暖かいですから、まあ、体が緩んですね。筋肉が緩んで、血行が良くなって、そして骨も正しい位置に戻りやすいです。なので体が整いやすいということになりますので、体温よりもちょっと高めがいいですね。ぬるくするにしても。なんで、まあ38度、ぬるくてもまあ38度ぐらいかなというふうに思います。で、逆にですね、この、ね、体が温まらなくて、体がかえって冷えてしまうパターンとしてはですね、お風呂から上がった後に、ちょっとね、寒いなって感じる場合ですね。まあ冬なんかですと、ちゃんと湯船に浸かってない状態でですね、シャワーとかで済ませてから、ね、シャワーとかで済ませてお風呂出た時に、なんか、かえって寒くなったような、まあそんな体感をしたことあると思うんですけども、そういったこともあると思うんですけども、それと同じように、夏場であっても、やっぱちょっと低めの温度で入ったりするとですね、体温より高くても低めの温度で入ったりすると、上がった後に、逆にちょっと冷えるな、みたいな、寒いな、みたいな、そういう感覚があったりします。その場合は、少し温度が低すぎですね。なんで、体が温まるというよりは、冷えてしまって、かえって冷えてしまって、まあ、特にまあ、表面が冷える分にはまだいいんですけども、やっぱ湯船に浸かっているとこの内臓ですね。この体幹部の中の内臓、この中がやっぱ冷えてしまうんですね。なんでまあ、お風呂じゃなくても、例えばプールとかですね、温水プールなんかでも、まあ、夏場とかまあ、冬場とかですね、このやっぱ体温より低い状態で、この、ずっとね、水に浸かった状態なので、そうするとやっぱ内臓が冷えやすくて、内臓系の疾患ですね。なりやすいです。なんでそういうこともありますんで、それぐらいですね、内臓っていうのは、長時間ですね、やっぱ、この体が冷えるような温度で入ってくると、内臓が冷えてしまって、まあ内臓疾患までいかなくても内臓の調子崩したりとか、あとは、まあ内臓が調子崩すってことは、内臓周りにあります、インナーマッスルも固まってしまいますので、そうすると骨盤が歪んだりとか、あるいは腰痛になったりとか、いうことも起きやすくなります。ね。なんで、体の中、内臓付近ですね。この体の本当中っていうのは、まあ、夏場であろうともやっぱポカポカしてないといけませんので、まあそういう意味でですね、ある程度こう低すぎてしまうと、かえってその、体をまあ、ね、冷やすだけじゃなくて、その中を冷やしてしまって、調子崩すことになってしまいます。特に夏場はですね、この冷たい水とかね、飲むことが多いんで、内臓冷やしやすいんで、やっぱそういう意味では、夏場であっても、本来はですね、こう、入った後にちょっと汗ばむぐらいの温度で、この内臓からですね、温めて、で、体も緩めて、そしてちょっと涼んで寝るのが、
まあ、本来はいいんですね。なので、できるだけその、それに近い状態で、まあ、それでもやっぱ、ちょっとね、出すぎてね、暑すぎて、寝れないことも起こりますので、それを知った上で、それをどこまで許せるかっていうのを、まあ、ご自身でね、いろいろ温度計で測ったりしながら、試していただくといいかと思います。ね。これでね、やっぱ日によっても違いますし、あなたの体の状態によっても違いますし、あとは、普段のですね、平熱、ね、体温によっても変わりますので、まあ、その辺を加味して、体の状態を見ながらですね、やってあげるといいです。まあ、簡単に言えばですね、お風呂に入った後に、ちょっとでもポカポカしてたら、まあ、緩んでるというふうに、基本的には思っていただければと思いますね。その、お風呂上がりにね、どうかっていうのをちょっとチェックしていただければと思いますので、それは、結構お風呂の長く入れば入るほどポカポカしやすいですし、短いとそうならないです。そういったところ、まあ、時間どんだけ入るかとか、温度ですね、どれぐらいかによって変わってきますし、体調によってとか、いろいろね、要素によって変わってきますので、その辺をね、加味してやっていただければいいかなというふうに思います。ということで、またやってみてですね、わかんないことありましたら、コメント、メッセージいただければと思います。ということで、またね、こういった質問ね、聞きたいなという人は、下のところからチャンネル登録と高評価マークを押しておいてください。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。